お客さん、患者さんとの関係性をいかに維持できるか、やっぱあれがあると今までどうしようもなかった患者さんを救うことができるきっかけになるんですよね。全国上位 3% の半腸炎が絶対に発さない5つの法則の書籍データを無料でダウンロードできます。たった30秒で受け取ることができるので、お申し込みは概要欄から。上田さん、はい、こんな質問が来てるんですけど、はい、整骨院を開業するときとかに、うんうん、絶対に導入しといて後悔しない、うんうん、これは使えるぞっていう一応聞き、大体3つぐらい挙げてほしいっていう質問がいくつか来てたんですけど、それってあったりします？ちょっと待ってね、3つ ?3 つぐらい、要は開業するときに何を入れたらいいかっていうのを聞きたいんだと思うんですけど、答えはね、ないです。ない。ないってことは物力機器はいらない？いや、そういうことを言ってるわけじゃなくって、ないって言った理由はですね、もちろんいろんな機械ありますよ。ただしこの3つを入れといたら間違いないっていうものはなくてですね、要するに何が言いたいかというと、先生それぞれによって得意な技術があったりとか、あとは今までどんな患者さんを見るのが得意とか、あとは地域性とかいろいろあるわけですよ、うん、だからその辺も兼ね備えた上でどれがいいかって決まってくるので、一概にこの3つがいいって言ってるのは多分メーカーさんだけなんですよ。なるほど、はい、だから我々は基本的には代理店の立場なので、その先生に合ったものを見つけてくるのがいいので、何がっていうのはなかなかちょっと言えないかな。なるほどですね、うん、じゃあ上田さん目線というか、うん、上田さんが多分今まで見てきた整骨数百しかないぐらいですよね、うん、はい、中で導入しててこれはちょっといいなというか、自分でもし開業するんだったらこれ入れたいなっていう、自分がやるんだったらこれ入れたいなっていうのでいくと、まあ、エコーは入れたいかな。あ、エコー。重生死じゃないけど、やっぱりそのエコーがあると結局やっぱりどの接骨院医療という中でもビジネスであえて言わせて、言わせてもらうとやっぱり人ありきだと思うんですよ。結局人ありきっていうのはお客さん患者さんとの関係性をいかに維持できるか、信頼関係があることによっていろんなビジネスって盛り上がっていくじゃないですか。でそう考えるとやっぱりエコーがあるとしっかり患者さんと向き合うことができるじゃないですか、はいはいはい、なので私が重生師であってちゃんと知識もあってやるんであればエコーは入れたいかなって思いますね。なるほど、はい、エコーもこの間この動画で解説しましたもんね。あ、そうですね、そうそうそう、まずじゃあエコーを興味持ってる人はこの動画見てくれっていう感じの、はい、あ、そうそう、別で撮ったやつね、あれ見てもらってエコーでもあるとすごくやっぱり信頼関係が生まれて、そこで地域に根ざしていくことができるのですごいやっぱりいいんじゃないかなとは思います。なるほど、個人的には特に整骨院やるとなると差別化の1個にもすごいなりますもんね。そうですね、じゃあ1個目エコー、はい、じゃあ2つ目結局最初ないって言ってるのにどんどんこう拾ってくるっていうこのパターンねなんだろうな、まあ痛み取る機械だよね。個人的にはやっぱり微弱電流となんか痛みがスパッと抜けるような機械いいかなと思っちゃいますよね。微弱電流、うん、微弱電流でもやっぱいわゆる直流の波形のものだったりすると、うん、スポーンとこう痛みが取れるので、そういう武器が1個あるといいかなって個人的には思いますよね。これはこれがあるから院がうまくいくとかいかないという話じゃなくって、 あったらいいなって思うのは微弱電流かな。まあ、確かにそうっすよね、うん、使い方も幅広いですね。いや広いからね、うん、っていう感じがしますね。ありがとうございます。じゃあラスト3つ目、引き出してくるな。ないって最初に言ってんのに引き出してくるんだよなもうこれしかもうないでしょ、残されたのは。もうエコー来てマイクロカレント来て、もうこれしかないじゃんこのパターンって。もう多分思ってる通りですよ。言ってください答え。わかりました。なになに。海外衝撃波ですね。ビンゴス。おー、はい、あのね、もうだってエコー起きてマイクロカレント治療器がいいって言ったらどうってもそれしかないよね、うんうん、はい、だいわゆるここはやっぱり 3,4 年ぐらいですかね、国内においてショックウェーブ、まあ、ショックウェーブ療法っていう部分で重生死も使えるようになってやってるんですけども、やっぱあれがあると今までどうしようもなかった患者さんを救うことができるきっかけになるんですよね。ああ、なるほど、はい、だから今の3つ言ったのは全部連動できるんですよ、はいはいはい、エコーで見て衝撃波を打ち込んで最終的に微弱電流で修復していくっていうこの過程を作り上げることができる。なるほどですね、うん、一通りじゃあその3つがあればこう一周できますよね。一周できる、はい、あ、まあ、もちろんいろいろ他にもあるんですよ。ハイボルテージであったりとかラジオ波だったりとか、はい、いろんな高周波の機械だとかいろいろあるんですけど、まあ今言ったのはもう好みの世界ですよね、はい、だから結局これがあったら経営が上向きになるっていうことじゃないです。一つテーマを挙げるなれば最初に言った通り患者さんとの信頼関係を結ぶ上ではその3機種ってめちゃめちゃいいと思います。なるほどですね、うん、だから関係性を育んだ後でビジネスとしても成長させるっていうスタイルですよね。それとは別で最初から売り上げダンダンダン
んていうスタイルもありますよ。なるほどですね、うん、まあ、あとは上田さんの好みが少し入ってる。そう、私どちらかというとやっぱ根付いてやっていきたいなっていうタイプなので。なるほど、はい、じゃあ1つ目がエコー、はい、2つ目がマイクロカレント、はい、3つ目が対外衝撃波。そうですね、の3つって、ね、はい、完全に好みの世界なので経営がうまくいくいかないとは一切関係ございませんのでご了承ください。まあこういうなんか独立するときに、まあ、物量の機器だったりとか、うん、どういうの揃えた方がいいかっていうのは、うん、いつも言ってますけど、うん、概要欄にある対応のマニュアルブック、そうですね、それ見てもらえれば大体そんな中にも機種とかジャンルがあるじゃないですか、うんうん、ジャンルも全部ずらーっと、まあ、文字ベースですけど載ってるので、それで見てもらってイメージしてもらえればもっとこの接骨院開業におけるフローチャート的なところとか、うん、まあ、全体像は見えると思うんですよね。なるほど。でおそらくそれを見るとさらに疑問が浮かぶようになってるんですよね。それが大体40ページ弱ぐらいのものなんですけど、大体それを読むと今まで悩んでたことがどんどんさらに悩みが増しましたって言うんですよね、はいはいはい、要するにそれは情報を得てしまったことによってまた違う疑問がいっぱい出てきちゃう。なるほどですね、はい、ただ最初開業するよって人は絶対大切だと思います ね、 ですね、うん、しかも無料でそれ見れるということで、はい、ダウンロードできるので概要欄から飛んでもらって、うん、はい、じゃあチャンネル登録と、そうですね、コメントとコメントお願いします、はい、で誹謗中傷しないようにしてくださいね。はい、お願いします。ありがとうございました。